サザエさんは音を消しながら動画を録音しているところなんですが、今日はですね、9月の22日土曜日、いや日曜日だったかな、日曜日ですね、3連休の2日目かなんかで、明日もまだ連休の最終日があるわけですけれど、今日はみんなで旅行行こうということになりました。ここは大宮駅です。大宮からうちのチャンネルの準レギュラーの安西さんと渡日さんと一緒に新幹線の普通車指定席、ちょうど3人掛けのところにぴったり収まったところです。朝の一番列車、北陸新幹線輝き501号に乗りました。北陸新幹線にまともに乗るのも、それから輝き号に乗るのも、私にとってはこれが一番初めてのことです。長野新幹線時代には結構使ったんですけれど、最近では東京に住んでるくせにサンダーバードばっかり乗っています。準レギュラーの方ってもう皆さんわかんないと思うんですけど、うちのチャンネルに結構たくさんいらっしゃるんですが、おおむね最長往復切符、私がまだ、そんなに有名ではなかった頃に皆さん手助けしてくださったような方と今でも交流がずっと続いているわけでして、今回はこのほか大阪から、高校生の酒井君と、それから中村さん、合計で5人連れでみんなで北陸で集まって、その初期メンバーで旅行しようということになったのです。これ今ちょうど飯山駅を通過しているところですけれど、なんでこんなに今日はこんなにテンポが速いのかというと、別にこれお金儲けでやろうというわけで、いつものようにね、バンバンこう動画を撮りまくっているわけではなく、旅行行ったからせっかくだから動画を撮るけれど、みんなで楽しむことを優先にしようかなと思いまして、今回は私もそんなに一生懸命動画を撮っておりません。だから逆にその代わり、ポイポイとこうすぐに展開が進むような動画、それを皆さんのご覧に入れられるんじゃないかと思います。今回とそれから次回と、そしてこれからしばらくスーツ B チャンネルにおいて、ずっとこの動画を投稿していくことになります。結局これから1週間北陸の旅をすることになりました。列車まもなく金沢に着きます。金沢まで本当に一瞬でした。昔は急行能登号で一晩かけて行ったものですけれど、もう今では金沢まで朝一番に出て朝一番には着いてしまう、そのぐらいの距離になったわけです。金沢から在来線特急に乗り換え、安西さんも本日は自慢のビデオカメラをお家から持ってこられたようです。大体ね、みんな私よりもいいビデオカメラ持ってるんですよね。私は YouTuber 動画が命なのに適当な撮り方ばっかりしてるというのが大体いつものことなんですけれど、乗り換える列車は10時15分発花嫁のれん号です。毎日動画をご紹介しましたが、このように、ね、のれんがかかっておりまして、女性の幸せを願う列車に男を5人ぎゅうぎゅう詰めで乗り込むという、大変にこれは勇気のいる行動をしたわけです。花嫁のれん号の車内にも綺麗な格好をしたこの旅館の人とか専用の、そういうスタッフさんみたいな方が乗ってらっしゃいますが、その方たちの華々しい雰囲気とは対照的に大きなカメラを掲げ、みんなこういった設備を撮影しようとする鉄道マニアたちが車内に胃の一番に入っていくということになりました。結構この金沢駅には早く着きまして、他にも実は安西さんの提案で、じゃあ他の大阪組が集まってくるまで、北陸鉄道金沢駅を見に行きましょうよなんていうこともやっていたわけでした。安西さんの私がむしろ向こうに見えたあれね、ドクターウエストって言うんですけど、ドクターイエローみたいなやつね、 JR 西日本になんとなく通ってたんですが、誰一人として私たち一行の中にあれを見逃す人間はいなかったようです。つまり全員それだけ外の鉄道の光景にはきっちりと注目をしているというわけでした。みんな揃ってこの4人掛けボックスシート、これね、本当は4人で乗るものなんですけれど、4人用のボックスシートにこちら側に5人が乗っています。安西さんと渡引さんが普通に座り、私の側はスーツ君と、それから酒井君と、それから中村さんの3人が2人分の座席に3人で座っております。追加で2000円払いますと、このようなスイーツセットももらえるというわけで、40ぐらいになっている、ムースというのかな、ケーキというのかな、こんな感じのもの、他にも加賀棒茶などさまざま名物を出してもらいました。この花嫁のれん号は、この和倉温泉まで向かう能登半島方面への JR 西日本が走らせ始めた観光列車として有名なものです。和倉温泉から先は、とりあえずこの列車にみんなで乗ってみようよということで、華々しい雰囲気を感じようということで乗ってみたわけですけれど、ここから先はまた別のところへ行って鉄道に乗りに行くことになります。鉄道に乗ってばっかりというわけでもないんですけどね、コーヒーレストランハイダルイ、これが、和倉温泉駅前の、これもやはり有名なものです。ちなみにちょうどね、この7年前にも私、和倉温泉に行ってたんですよね。本当にこの7年前、急行のとこでね、上野から乗ってきましたけど、全然眠れなかったような、寝たような記憶がありますが、こんな感じのところを通って、その時泊まった旅館はもう倒産していました。今向かっているのは、これは足湯かな、海沿いにね、足湯があるんで、ちょうどいい、ここで、和倉温泉の足湯、これはとても素晴らしい塩素の香りを立たせてくれる足湯でしたが、ともかくあったかくてね、非常に良い1時間を過ごせました。海行きは、塩素で消毒されてない足湯も嫌なんでね、実際のところはね。これでここから、今度はね、氷見の方まで向かいます。氷見番屋街というところまで、このワクライナーというバスに乗っていくわけです。
で、このバスがかなり便利なもので、なんかね、あの綿木さんはなんかいろいろ目ざとい考察をされていたんですが、もしかして何か利権が絡んでいて、あの和倉温泉の駅は入れないんではないかとか、そういうことをおっしゃっていたんですけれど、あの駅の方には行かないんですが、ちょっと和倉温泉の外れたところからまた氷見の観光地などを結ぶ、この辺りの交通客地帯を高速道路を通して、かなりスピーディーに結んでくれる便利な特急バス、これを利用することになりました。そして私たちは氷見まで向かいます。もうそろそろ氷見の海のこの景色が見えてきますが、奥に見えていますのがあれが立山です。こちらが富山湾であっているはずですが、富山湾の彼方には、日本のそのアルプス山脈とも言われております立山がありまして、これ富山県の代表的な山、まあ富山県といえば立山、そんな感じですかね。これがこの辺りの海から見えるのは、大変この時期としては気象条件に恵まれているということができるそうです。この辺りで氷見からじゃあ降りて、また氷見線の列車ベルモンターニュエメールという列車に乗りましょうという話になっていたのですが、時間が少々余ります。その間に何かすることがないでしょうか。みんなで話をしている時、今回の企画はほとんど綿引さんがやってくださったんですが、その中で私が唯一皆さんに貢献できたと思ったことは、この氷見の2つお隣の駅、天原市という駅で途中下車をすることでした。ここに止まっておりますこの氷見線の各駅停車普通列車、この高岡行きに乗って2つお隣まで進みます。車内がそれほど混んでいなかったので、綿引さんと、それから多分中村さん、綿引さんと私、中村さんと私とか、そういう別れ方だったかな。ともかくこれで2つお隣の、天原市に到着です。列車前側のキハ47というディーゼルカー、極めて汚れておりました。こんな汚いのは滅多に見ません。本当に汚い。もうこれぐらい汚い方が、むしろ見応えがあるものでして、雰囲気があってね、いいと思います。いろんなところが継ぎはぎだらけ、 JR 西日本、古い車両を末永く大切に使いましょう計画みたいなものが、あったのは私も覚えております。ちなみに今あの LINE のなんか着信の音がさっきからこの動画に混じってるかもしれないんですけど、あのそれもですね、ちょうどこの時に行った、仲間の皆さん5人がですね、ちょうどグループ LINE で活発な会話をしている最中というわけでして、今ここで吹き込みをしている最中にもみんな楽しそうにやってるね、まあ、いかにみんなを仲良しに楽しんでいるかということをお伝えできているかなと思います。さて、そんな話をしておりますと、もう着きました。ここが天原市海岸です。私も2014年のですね、10月の、7日だったかと思いますが、あの高岡駅でね、トワイライトエクスプレスが入ってくるというのに、それを捨ててまで見に行きたいと思った観光地、天原市海岸という場所がここでした。このように、この美しい海岸線のところから日本海的な、その風景を、それを手前にして、奥には立山を望むことができるという非常に美しいところで、前に来た時はトワイライトエクスプレスそこで見られるというのに、またあの鉄道マニアの方はご存知だと思うんですが、4パー5キロのね、あの国鉄色のあの北越がしかも同じホームで並んでたんですけど、それさえも捨ててきたというのに、そこでは残念ながらあの立山は見られなかったんですが、本日はよく見えています。そしてやってきました、あちら。今あそこでね、列車が徐行して、そして止まりました。この美しい立山を、この海沿いに天原市海岸越しに見てほしいと、そういうふうなわけで一度止まっているわけです。そこへ向けて手を振っている地元の方たちも多いです。あの列車がこれから氷見まで向かい折り返してきます。ベルモンターニュエメール4号だったかと思いますが、通称ベルモンタと呼ばれております。ベルモンターニュエメールのその言葉の意味については私はよくわかりませんが、もともとローカル列車しか走っていなかったこの氷見線に、毎週日曜日だけ、基本的には日曜日だけ運転をされる観光列車、先ほどの花嫁の連合とおおむね同じ時期にデビューした、そのような列車でございます。さっきの花嫁の連合は特急列車でしたが、こちらは快速列車というわけでして、そこまで豪華というわけではありませんが、座席は指定制、定員乗れる人数には限りがあります。この天原市の駅からもまた背景に立山が見えます。そしてやってきたこのベルモンターニュエメール、折り返しの時間には余裕を持ってこの駅へ戻ってくることができました。1両編成、全席、指定席です。あー、こんないっぱい乗ってきちゃって。この列車はもともと団体ツアーに申し込んだ人だけが乗れるものなんだそうで、1ヶ月前にツアーではなく一般の発売として売られる切符はわずかな枚数になることが多いそうです。綿引さんがその切符を確保することをいろいろと、試みてくれたのですが、しかし3枚しかどうも発売されていなかったようで、3人分しか切符を買うことができませんでした。残りの1枚は、綿引さんがまた一生懸命 JR の予約サイト、それをひたすら監視し続けてくださったので、綿引さんには本当に感謝のしようもないわけですけれど、そこで、綿引さんのご尽力によって私たち全員分の、合計4枚の切符、あれ5人でしたか、じゃあ4枚しかなくて5枚目が取れなかったんですね。5人目の切符をちゃんと取ることができ、5人で乗ることができた、本当に嬉しいことです。これがその記念すべき指定券、日立第5駅、水戸駅、そしてもう1枚もどこだっけな、なんかね、亀有とかそういうところで受け取ってたような気がしますけれど、いろいろそういったところから、苦労して受け取っているんだなということがよくわかります。
さて、こちらこのベルモンターニュ ML 号は車内でお寿司を食べられるというのが売りの列車、お寿司列車です。5巻で2000円とかなりの高値ですが、しかし車内に寿司職人の方が乗っていて実際に握ってくれます。ただもう本日は売り切れでした。基本的にこういう風にして指定券を買って乗ってくるお客さんのことはあまり考えられていないようです。途中のこの駅でこの駅の名前忘れちゃったんですけど、昔なんか工場かなんかあって、ね、そこへの専用引き込み線ですね、そういったものがあるその跡も見られました。今信号機なんかがね廃止された跡も映っていたんじゃないかと思います。この脇には日本なんとかリサイクルみたいな、そういう会社がありまして、ここもまた鉄道マニアとしては外せない見どころの一つです。もうそろそろ今角に一瞬だけ映っておりましたが、かつて国鉄の時代に寝台特急電車として華々しくデビューしたゴーパー産経電車、それがなんだよく考えてみたらこんなに作る必要なかったじゃないか、余っちゃってどうすんだ、余っちゃって使わないからしょうがない寝台特急の電車を無理やり普通列車用に改造するかという風にして作った不格好と言われて逆に名高い食パン電車419系、そのうちの解体されなかった1両のみがあそこに保存されています。他にも実は名古屋市営地下鉄の車両などが保存されていて一般公開はされていませんが、氷見線の車内から遠目に見ることができます。やってきました、到着しました。当駅が氷見線の終着、北陸線との交差点高岡です。この高岡からは旧北陸線、現在の第3セクター愛の風富山鉄道に向かいます。こちら今列車がね反対方面の出発してきましたけれど、あの列車にできることだったら乗り換えたかったんですね。しかし1分わずか1分の差で乗り換えができないようなダイヤになっていると、なんともひどい話というか、まあ残念な話ですが仕方ありません。20分だか30分ほど待ちまして、そしてまた次の愛の風富山鉄道に乗り込むことになりました。ちなみにさっきの青い車体はですね、それに直通している IR 石川鉄道という石川県の第三セクターでして、こちらは富山県出身の、愛の風、その車両が使われております。昔の北陸本線特急列車がバンバン走っていた、そのにぎわいはもう影を潜めておりますけれど、しかし現在でも列車は軽やかに走っていて、昔の北陸線の普通列車の乗り心地、それはとどめてくれているなという感じがしました。高架線を走りまして列車が到着をしましたのは魚津駅です。本日鉄道の旅は魚津で終了です。東京、金沢、和倉温泉、そして氷見、高岡、魚津、そのようにやってきました。向こうには富山地方鉄道新魚津駅が見えております。本日はちなみに綿引さんがまたこれも準備してくださって、本当綿引さん頼りなんですけど、北陸お出かけパスという1日フリー乗車券を購入しました。新幹線には乗れませんが、このような区間、ここで福井県の方まで行こうと思えば行ける、そのようなお得な切符を使っています。本日はこれで旅館にてみんなチェックイン、安西さんもここに泊まることになりまして、みんな5人してこの旅館で夜遅くまでワイワイというわけでしたが、しかし私は、前日の夜3時15分、まあ当日ですが当日の3時15分頃に寝まして、4時40分ぐらいに起きましたので、まあ、ほとんど寝ていないということで、私は胃の一番午後9時にはもう布団に入って就寝していました。みんなその後もかなり夜更かししていたようですけれど、まあ、私だけはもう一番に寝て、一人だけ空気の読まないキャラクターになっていたというわけです。ちなみにみんなもそれぐらいの非常に短い睡眠時間だったようですけれど、しかし私だけ体力が不足していたためか早くに寝るということになりました。これは夕食の時間ですね。夕食こんなのが出たのなかなかね美味しい夕食でしたよ、立派なもの。しかし、この前にですね、実は安西さんが大量のマスの寿司を購入してきたことが理由で、もうすでに満腹状態でこれを食べていたというのも正直なところではありました。頑張りました。美味しい朴葉味噌、ご視聴ありがとうございました。明日はね、黒部峡谷鉄道に向かいます。よろしくお願いします。